北緯44度49分11秒統計06度44分06秒北44.81972度統計6.73500度44.819726.73500イゾアール峠の記念碑、イゾアール峠はフランスオートイコールアルプ県に所在する標高2361メートルの峠 標高2645メートルに位置するガリビエ峠などと並び称されるツールドフランスアルプス5ステージにおいて定番の難所とされている。標高1350メートルのブリアンソンを起点として水平距離にして約20.5キロメートル地点のところに位置するのが東峠であるが、ここに至るまでに東峠以外には峠がないことから一気に 東峠まで登る形となる。逆に、東峠を境として、反対側では一気に下る形となることから、ツールにおいては、東峠が、アルプスコイステージ最大の勝負どころとなるケースが多い。また、過去に、東峠をめぐる戦いにおいて、数々の名勝負が演じられてきた。とりわけ、イゾワール峠といえば、ジーノ・バルタリ、ファウスト・コッピ、ルイゾン・ボベ、 ベルナールテブネといった名前が浮かんでくる。下記に示す、東峠1位通過選手の一覧を見る限り、その年の総合優勝を果たしている選手が少なくない。2017年大会で、初めてトーチが、ステージゴール地として設定された。太とはその年の総合優勝者。ありがとうございます。